プロデューサーの皆さんお疲れ様です。後までケンジです。12月17日からアイドルマスターシリーズコンセプトムービー2021ボイジャーのメイキング展が開催されるということで、大安会にお邪魔させていただいております。ありがとうございます。いや、あのですね、初出し情報が多すぎてですね、ここにもね、今ここにあるんですけれど、その横にね、映せないですけれどね、またね、ちょっとお宝な絵もありますんで、もう入り口から多分皆さんを楽しませてくださると思います。中もですね、あのこうして本当に、まあ、メイキング展ということなんでね、どういう風に作られていたかっていうのは本当に、こと細かにかなり、入ってらっしゃいますんで、ぜひ、グッズも込みでね、いろいろと見ていただきたいんですけれども、あのそうですね、でグッズもね、ちょこっとだけ紹介していいということなんで、紹介させていただきますと、まずこれボイジャーメイキング店のお茶、一時ね、アイマスイっていうのありましたけれど、お茶だからな、ボイ茶とかにしましょうね。はい、ボイ茶売ってます。はい、あとですね、こちら、そうだ、これ僕ね、 T シャツこちらもね、着させていただいております。あとさらにこちらトートバッグでございます。はい、これもね、しっかりちゃんと入りそうな感じでございます。おすすめです。あとですね、個人的なおすすめはこちらのアクリルキーホルダーっていうのかな、これね、はるかと今ね、トール持たせていただいておりますが、この2人はまあ来ていただいた方はきっとね、見ると思うんですけれど、あの西堀さんがあの設定で書き下ろしたものを、まあ、そのまま今回ブーツ化にしているということで、まあ、あのキャラクターによってはまた違かったりするんですけれども、とりあえずこのはるかのトールはその西堀さんの設定の絵から、はい、ブーツ化されたということで、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、というわけでね、あのここに紹介した以外もたくさんのグッズありますんで、ぜひね、あの皆さん、見終わった後はちょっとグッズなんかも、お手に取っていただけたらなと思っております。ということでですね、なぜですねこんな動画撮っているのかと言いますと、この度赤羽健児、なんとボイジャーのアンバサダーに着任させていただきました。何するんでしょうね多分きっといろんなことをしていくと思います。ちなみにですね、このメイキング展の開催に合わせて、まあ、ついにブルーレイの受注も開始したということで、この先もですね、このアイドルマスターシリーズコンセプトムービー2021ボイジャーを、そしてですね、アイドルマスターをもっともっとね、盛り上げていけるように頑張ってね、宣伝していきたいと思います。皆さんですね、ボイジャーのブルーレイ受注開始しておりますので、ぜひですね、特設サイトからチェックしてみてください。さらにですね、気になるブルーレイの内容ですが、ボイジャーの本編映像と制作の裏側に迫る特典映像を収録し、公式設定資料集と一緒に、西堀敦史監督による新規書き下ろしイラストを使用した豪華収納ボックスに入れてお届けとのことです。はい、このメイキング展ではそのね、西堀さん書き下ろしイラストのラフが展示されていますので、ぜひメイキング展にも足を運んでみてください。あの本当にイラストのラフが本当に言った通り展示してあるんですけど、あのラフの時点で素晴らしいです。さすが西堀さんって感じでございます。あとですね、来店していただいたスタッフさんの実はね、サインなんかもあったりするんでね、それも見どころなんじゃないかなと思っております。はい、というわけでボイジャーメイキング展12月27日まで空き箱ギャラリーにて開催しております。詳しくはですね、特設サイトをご確認ください。またね。